護衛艦加賀の第一段階改修工事が終了し、すぐさま任務で派遣開始されています。護衛艦伊豆、もも、南シナ海へすでに派遣され、2024年度の護衛艦の動きが、異変との情報をキャッチしました。今回は、護衛艦伊豆、元加賀両艦揃って、派遣を詳しく見ていきます。伊豆、モノドローンでの空撮は本物だと断定され、これから対応が急がれますし、ロナルド・レーガン空母も撮影されていました。現在の艦番号は消されていて、あの数字の状態が、その当時のもの、よく考えたら綺麗だったよね。最後まで見てくださいね。現在の海上自衛隊の艦艇の中で、全長、排水量、ともに最大規模を誇るのが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH の2隻であり、1番艦である出雲と2番艦である加賀とも航空母艦化改修の渦中にある。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦式号、DDH の1番艦、出雲は、2020年度から2021年度にかけて、2番艦、加賀は、2021年度末から2023年度末にかけて、第1回目の航空母艦化改修が完了した状態である。これらの1番艦、出雲、2番艦、加賀は、いずれも、今後2回目の航空母艦化改修を施されれ、それが完了した暁には、晴れて、短距離離陸、垂直着陸が、可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする、物理的な環境を備える予定だ。しかし、1番艦、出雲、2番艦、加賀とも、この2024年は、一旦、現場への復帰を行っており、この2024年5月3日より、およそ7ヶ月ほど続く IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に加わり、各国との合同軍事演習を行う艦艇に参加している。今回の、IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に、海上自衛隊は、第1、第2、第3、第4の水上部隊、第1、第2の航空部隊、及び潜水艦部隊、派遣特別警備小隊とこれまででも、最大の規模となる部隊を参加させている。ここからも、南シナ海や東シナ海における海洋進出を強化し続ける中国に対し、日本は、唯一の軍事同盟国のアメリカをはじめ、インド、太平洋方面の各国の軍と連携を行い、地域での安全保障体制の強化を推進しようとしていることが伺える。そうした最中、出雲といえば、今回の IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣に向け出航する前に、中国の一般人とおぼしき人物が、飛行甲板上を無人航空機を飛行させ、その際に撮影されたとされる動画がインターネットに拡散され、どうやらフェイク画像ではないということが確認された。この時の出雲は、母港である神奈川県の横須賀基地に停泊中であったが、県の中国人とおぼしき人物の証言によれば、世間の耳目を集める目的で、いわば、愉快犯として、今回の動画を撮影すべく、それを行ったと述べている。当然、日本の法律上でも、自衛隊基地の周辺の空域で、無人航空機を許可なく飛行させる行為は違法行為とされているが、県の首謀者とされる一般の中国人とおぼしき人物の言が正しければ、自衛隊側の対応に不備があった点は否めないだろう。自衛隊における無人航空機への対応は、通常であれば、レーダーやセンサ類で、当該の無人航空機を管制する電波の監視、検知を行い、当該の無人機の飛行が許可を得たものでないと判断された場合には、それを排除するとされている。こうした無許可での飛行が禁止された区域に侵入した無人航空機に対しては、自衛隊としての対処は、妨害電波を発するジャミング等による飛行の妨害、そして、当該の無人航空機を確保することとされているが、今回はいずれの行動も行えなかったと言える。現在のロシア・ウクライナ戦争でも、ロシア側の攻勢の前に劣勢が伝えられるウクライナ軍ではあるが、双方、共に偵察をはじめ、攻撃用に多数の無人航空機を投入して戦果を上げており、実際の戦地でも、無人航空機の排除は困難であることが見て取れる。余談ではあるが、ロシア・ウクライナ戦争においても、
双方ともに飛翔する無人航空機を、妨害電波などジャミングで撃退することは完全にはできておらず、最前線の兵士たちの間では、個人がショットガンを使用した射撃で物理的に撃退する方法が増加していると言われている。そのため、実際の戦争において、前線の兵士が、ショットガンを主要兵器としたことは、実に、第一次世界大戦時の塹壕戦による近接攻撃に用いられて以来ではないかと、すら言われており、無人航空機への対応の困難さが浮き彫りになっている感がある。こうした背景から、ロシア・ウクライナ戦争においては、双方の軍ともに、前線へのショットガンの配備を強化しているとも言われ、この戦訓は、各国の軍隊にも波及し、無人航空機対策の個人装備として、需要の増加が指摘されている。さて、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦に話を戻せば、一番艦である出雲は、2024年度の末から第2回目航空母艦化改修が予定されており、ここで、最も大掛かりな全部の飛行甲板の拡幅工事が行われることとなる。これに加えて、出雲では、F35 ライトニング B 型を艦内に収容するための区画の変更も実施されることとなり、そこには、先行して F35 ライトニング 2B 型の運用を行っているアメリカ海軍等からのノウハウがフィードバックされると言われている。アメリカ海軍では、F35 ライトニング 2B 型を搭載する艦艇としては、現時点で、強襲揚陸艦のワスプ級を7隻、最新鋭のアメリカ級を2隻保有、運用中であり、両級、ともに、艦内に、同機を最大時には20機収容することが可能とめされている。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦が、このように、F35 ライトニング 2B 型を、最大値の20機を収容しての運用は、敵側に、強力な対空戦力が存在しない場合に、軽空母として使用することを想定している、新たな取り組みでもある。これに対して出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、第2回目の航空母艦化改修が終了した後も、艦内への同機の最大収容数は10機プラスアルファ程度と予想されており、軽空母というにもお世辞にも多い数ではないのが実情だろう。したがって出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修をめぐっては、反対を唱える側からは、日本国憲法に反する攻撃的な兵器であり容認できないという主張を見聞きするが、そこまでの攻撃力を秘めたものとは言い難い。日本政府や海上自衛隊が説明している今後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の運用は、航空母艦化改修工事が完了した後も、現在の対戦哨戒用の回転翼機と F35 ライトニング 2B 型を、その時の必要性に応じて選択するものである。昨今、最も、日本の防衛において懸念されているのが、台湾有事やそれに伴う南西諸島方面をいかにして、中国軍の侵攻から守るのかという点だと思うが、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、なんとか、航空戦力を、その方面に展開可能とする苦肉の策に見える。現状日本の南西諸島方面には、通常の戦闘機が運用可能な陸上滑走路は沖縄本島にしかなく、ここを中国側からの何らかの攻撃で使用不能にされた場合、日本は航空戦力を展開する能力を喪失してしまう。それをカバーする意味で、なんと、海津も型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻を航空母艦化改修工事を行い、F35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることで、完全に中国側に制空権や航空優勢を取られることへの対抗策だろう。そんな出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻だが、いずれも2027年度中には第2回目の航空母艦化改修工事は完了するとめされているが、それだけでは F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用することはできない。 F35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためには、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2隻はそれぞれがアメリカ本土の東海岸にあるアメリカ軍施設において、同機の運用適合試験を受けて、その認証を得る必要がある。世界には、
F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇が、アメリカ海軍以外では、イギリス海軍のクイーン・エリザベス、イタリア海軍のカブールが存在しているが、すでに、この両艦とも、前述の運用適合試験を受け、認証を得ている。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦も、すでに、飛行甲板の拡幅工事を終えている2番艦の加賀から先になると思われるが、2024年中に、この運用適合試験を受けることが予想されており、同艦の IPD24、令和6年度インド太平洋方面派遣との兼ね合いが注視される。日本の F3 戦闘機開発2について、新しい動きがあったようですね。本部をロンドンに設立することで、3カ国間で調整を進めているということです。今回は、ロンドン本部に設立によって加速していく次期戦闘機開発について見ていきたいと思います。産油国サウジアラビアが、参加を熱心にアピールしていますが、スウェーデンが参加するという情報もあるようです。2022年12月初旬、日本はイギリスとイタリアとの3カ国で次世代戦闘機の開発を進めると発表しました。以前からイギリスとイタリア、スウェーデンの3カ国でテンペスト計画という次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は日本がそちらへ参加するように促されていたこともあったようです。しかし、当時の次世代戦闘機開発の本命は従来通り、アメリカと同国企業との共同開発が当然と考えられていたので、テンペスト計画へ日本が合流することは、あくまでも可能性の一つという見方が大半を占めていました。実際のところ、次世代戦闘機開発は、日本が主導権を発揮していくと唱えられてはいましたが、完全に国産化できない現実を考慮して、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていました。日本の次世代戦闘機は F2 戦闘機の後継機と位置づけられていましたが、この機体は空自が運用している日本とアメリカの共同開発によって生産された機体なのです。F2 戦闘機は退役開始が2035年に予定されているので、それまでに後継機の配備が絶対的必要条件になっていました。アメリカ側は日本が希望する次世代戦闘機配備期間を考えた上で、ロッキード・マーチン社が手掛けた F2 にラプターと F35 ライトニング2という2機の折衷案を提示したと言われています。とはいうものの、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけなので、日本は難色を示しました。日本としては、可能なら、アメリカが開発中の第6世代戦闘機 NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスの機能が欲しかったのです。コンピュータが良い例ですが、やはり、マシンは、新しいものが望ましいですよね。空自で運用中の F2 戦闘機は約90機で、代替機となる次世代戦闘機の収益目標時期は、前述の通り2035年だったのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがあったのです。アメリカの NGAD は、すでにテスト飛行は終わっていると、当時の空軍次回補がコメントしましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと見られているのです。日本の予定より5年以上も遅いですね。ですから、アメリカとしては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、90機程度の少ない生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に、
わざわざ NGAD を関与させてもメリットは少ないと判断したと推測されます。そもそも、アメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は、第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まると判断されるので、NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているようです。要するに、この事業にはウマージが薄いと分析したということでしょう。いずれにしても、日本とアメリカの2国は、日本が求める次世代戦闘機の使用、要件、性能について、共同開発しても、互いにメリットが見出せないと明らかになったため、日本は別の選択肢を余儀なくされたのでした。そして浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流です。イギリスも、空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画を立てていました。次世代戦闘機の収益時期が同じ2035年という一致が、日本とイギリスが急速に接近するポイントになったことが容易に想像できますよね。つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果というわけでしょう。また、日本とイギリスとは、立地でも共通点が少なからずあるのです。地図を見れば、一目瞭然、両国とも四方を海に囲まれている島国なので、次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点でも一致していたようです。ただし、現状の航空戦力を考えると、日本とイギリスでは少し事情が異なります。日本は、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機程度所有し、主力として運用する方向です。それに対して、イギリスは、F-35 ライトニング2の A 型は購入しないで、現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンですから、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと推測されます。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体です。イギリスは160機、イタリアは96機調達していて、空軍の主力戦闘機になっているのです。ちなみに、イギリスは F-35 ライトニング2については、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを48機調達している最中ですが、日本のように A 型は調達していません。イタリアの場合、空軍が A 型60機、B 型15機、海軍は B 型15機を調達する計画ですが、予算が許せ、バビー型を空軍40機、海軍62機まで調達数を増やす可能性もあるようですから、もしそうなれば、日本以上の保有数になるかもしれませんね。このように見てみると、経済的規模を考えると、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F-35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。失礼ながら、無理していませんか？と質問したくなるのは筆者だけでしょうか？逆に、イギリスは F-35 ライトニング 2A 型を調達する予定はありません。今後の航空戦力強化を考えると、日本とイタリアとの GCAP における有人機開発に重点を置いていることは間違いないと見られます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアにスウェーデンも参加していましたが、スウェーデンはこの計画で生産される戦闘機を購入することまでは決めておらず、開発を通して得られる技術習得が最大目標としていたと見られています。しかし、スウェーデンは2022年2月のロシアのウクライナへの侵攻の余波で、NATO への加盟を申請する状況にまで追い込まれました。トルコの反対で遅れていますが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現すると思われます。この動きと並行して、スウェーデンが正式に GCAP にも参画する可能性が示唆されているようですが、今のところ目立った動きは伝えられてはいないようです。2023年8月、新しい動きが聞こえてきました。中東のサウジアラビアが、
GCAP に参画を希望しているという報道です。これには、日本が難色を示していると思われているようです。日本とは異なり、イギリスとイタリアは、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリアで GCAP の主管企業であるレオナルド社は、このような見方を否定しているそうです。というわけで、現時点での GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。オイルダラーをバックに巨大な資産を持つ金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいんですよね。サウジアラビアは中東の大国で、イスラム圏にも大きい影響力を持っていますし、その視力で兵器開発というのはちょっと気味が悪いと感じてしまいませんか？中国海警局の動きが、尖閣諸島と南シナ海スカボロー礁でさらにエスカレートし、アメリカが大激怒との情報をキャッチしました。今回は、中国海警局の対応と、尖閣諸島とスカボロー礁の動きを追っていきますね。スカボロー礁は、日本の尖閣の未来の状態かもしれません。そこにあるのは、現在のフィリピンに対する海警局の動きです。またまた、サンゴを、埋め立てのために放出しているとの話も出てきました。国連常任理事国のすることかな。最後まで見てくださいね。フィリピン当局は、4月30日、中国と領有権を争っている南シナ海のスカボロー礁、中国名、キイワシマ周辺で、中国海警局などの船が、フィリピン船2隻への衝突や放水を繰り返したため、2隻とも損傷したと発表しました。発表によると、同日午前10時頃、漁船に食料や燃料を提供する任務についていたフィリピン船2隻に向け、中国の海峡船など10隻が高圧放水を行ったとのこと。フィリピン船は、8回以上の放水と3回の衝突を受け、手すりなどが損傷したそうです。フィリピン側は、フィリピンが自国の排他的経済水域 EEZ 内で合法的な活動を行っていることを無視した無責任な違法行動と声明を出して非難しました。対する中国海警局報道官は、同日、早速、不法侵入に対して必要な措置を取っただけだと正当化する談話を発表しました。日本での事件を紹介します。石垣市は、4月27日、尖閣諸島の海洋調査を行ったそうです。その際、中国海警局の艦船から調査船まで約 1km 距離に接近されました。昨年1月に実施した2回目の調査では、中国艦船は調査船から目視が困難なくらいの距離を空けて追跡されていたようです。つまり、今回の調査に対して、中国側が、より強硬に対応してきた可能性があると見る向きもいるようです。この日は、調査船に、防衛省経験者の稲田衆院議員などの国会議員が乗船していることが公表されていたため、メンバーの一人青山参院議員は、中国側が情報を得て、日本の国会議員が多く乗っていたので、圧迫してきたという推測を示したそうです。海上保安庁は、領海侵入した中国艦船2隻に対し、巡視船を10隻以上動員、進路規制などを行い、中国による調査の妨害を阻止しました。前出の青山氏によれば、調査船がドローンを飛ばした際、中国艦船が飛行ルートの下に先回りするような行動を取ったため、彼はドローンが撃墜される危険性があったと話しました。また、中国側は尖閣周辺の海底などを熟知していますが、
日本は海底調査を行っていないとして、政府の対応を求めたそうです。乗船したメンバーの一人和田衆院議員は、調査船を妨害するような中国艦船の行動に、尖閣が本当に日本の施政下にあるのだろうか。我々の領土を守るため、今後は積極的に施策を打ち出すべきと強く主張したとか。こういった中国の行動に対するネット上の意見を見てみます。日本やアメリカは、一体、いつまでフィリピンに孤軍奮戦させるつもりなのか？今回の事例は、中国による国際法違反というだけではなく、巡視艇が損傷するほどの高圧放水や物理的な衝突をしたことは、立派な攻撃であり軍事活動ではないか。独裁国家は、民主国家の躊躇、決断の遅さ、外交的不作為につけ込んで、悪用する。放置すれば、さらなる侵略を進めるだろう。それが、歴史の教訓ということじゃないか。アメリカは、中国を批判はしても、フィリピン側に立って対応することは絶対ない。フィリピンと軍事協定を結んでいるのにもかかわらず、結局、アメリカは中国との戦争は何があっても回避したいということ。中国にそれを見透かされているからこそ、中国はフィリピンにこういった行為を繰り返して、フィリピンを島から追い出そうとするんだろう。中国のやり方を見て、ロシアや北朝鮮以外の親中派国が、これじゃ、中国とはうまくやっていけないと発言するのなら、中国も強硬な態度を変えるかもしれないけど、中国から経済的な恩恵を受けている国は、正義より自国が大事なのは当然。となると、日本も危険だと思う。例えば、中国軍が尖閣に上陸して既成事実を積み重ねても、アメリカは排除しようと動きはしないと思う。すぐにでも、中国の決断次第で尖閣に上陸される可能性がある。しかし、そうなったとしても、海上保安庁も自衛隊員も動けないだろう。明日は我が身。フィリピンほどの気概があれば、中国が尖閣諸島で、これほどに我が物顔のやりたい放題はできないはずなんですけどね。いずれ、中国は必ず行動を起こすだろう。だからといって、無人島の争いごとにアメリカが出動するのはありえない。もし虎が現実化したら 100% ない。アメリカ軍を引っ張り出すには、まず日本が流血覚悟の気概で中国と対峙、日本の尖閣への上陸作戦を成功させなければならないことになる。日本が尖閣に駐屯すれば不妊ではなくなるし、中国が再度の上陸とばかりに火器を使ってきたら、アメリカ軍も重い腰を上げざるを得ないだろう。それまでは、日本の得意とする移管法をアメリカ軍も打ってはくれるだろうけど、そこまででしかない。もっとも、日本の移管法とは違って、空砲だったとしてもアメリカ製なら煙ぐらいは出るだろうね。だからといって、そんなものに中国がビビってくれるとは思えませんが、この件だけでなく、中国や韓国野党の言動や行動に対し移管法でしか対応しないのはどうしてでしょう？もっと厳しく対応すべきでは？時には中国の海上警備船との体当たりの上、自国領土への侵犯行為として打破すると宣言するぐらいの気概を見せてくれても、と思うんですよね。韓国の竹島上陸に対しては、自国領土への度重なる侵略行為としてしっかりとした対抗策を講じるべきではないかとも思う。例えば、強硬派の日本の政治家たちも竹島に上陸するとか、今まで国民相手に勇ましいことは言ってますが、実行したことはありませんよね。言葉通り、一歩も引かない覚悟を見せていただきたいものですよ。まず会より始めよってね。政治家がお手本を見せてくれなきゃ。石垣氏が企画しチャーターした調査船に自発的に乗っていた国会議員。つまりは個人参加でしょうか？料金はどこから出たのかは明らかにしていませんよね。日本政府が仕立てた公船ではないことになっていますが、日本政府の関与は領域内での自国民の活動の安全を確保するため海上保安庁の警護活動だけです。
海保は、今回も海峡を寄せ付けず、放水、接触といった事故の発生を防いで安全を確保し、日本政府の実効支配をしっかり見せつけてくれたという声も聞きました。この石垣市の調査船には、メディアクルーが乗船したり、ドローンの搭載もあったようです。フィリピンの南沙のような事件を期待しているとは考えたくありませんが、メディアの活動が、中国や日本政府に向けた政治的挑発、もしくは自己顕示だったんじゃないかという意見もあるようですが、今や御用機関に化したようなメディアに、そんな気概があるでしょうか。あったらむしろ喜ばしいと思いますけど。概要で、1000トン以上の船舶が一定の進路速力ではなく、不規則な航行で 1000M まで接近するのは、極めて危険な状態と言われています。しかしながら、海軍や法執行機関の艦船が、対象国などの船舶に対し、監視や法執行を行う際には、1000M という距離まで近づくことはあり得ることですし、国会議員がいたからというのは、少し歪った見方では？国会議員が乗っているから、少し嫌がらせしてやろうぐらいは考えたのかもしれませんけどね。もう一つ、海峡船が、日本のドローンを撃墜するかもしれないという不安を訴えた議員がいたようですけど、海峡船の対空能力、そもそも海峡船は軍艦じゃないので、対空戦という概念もスペックも持ってませんわ。軍艦に比べて極めて限定的ですし、調査船から魚釣島にドローンを飛ばしたとしても、海峡船の上空を飛ばない限り、撃ち落とされる危険はありませんから、心配ご無用でした。